はいどうも、タクタクです。姫とドクロとガスマスクやっていきたいと思います。ちょっとね、暇だからっておかしいだろ。ちょっと釣りしてみたんですよ、いろいろと言ってもこれだけなんですけど、フランシュタイ、まあ魚ギア、ここまではいいじゃないですか。でちょっと見ていただきたいんですけど、新鮮な肉、実は肉ではない、じゃあ何なんだっていうね、いろいろ釣り上げたんですけど、新鮮な肉って書いてんだけどなみたいな、何なんだろうねこれは。じゃあ豆腐、中身も赤い、豆腐じゃねえしみたいな。じゃあ豆腐じゃねえし、中身も赤いの意味がわからない、本当に意味で何かが腐っているっていうことなのかしらみたいな。はい、新鮮な奇形魚、小魚は美味しい、新鮮なんだけどやっぱ奇形魚なんだっていうね、いろいろ問題ありなものしか釣れないなっていう。でこれまだ釣れんのかな、ちょっともう一回こう、はい、今なんかもう所持品のなんだろう、持てるキャパシティがいっぱいいっぱいになってるような気もするんだけど、このままいっちゃっていいのかな。あ、いた、あれ？お金が出てきた。これなんかね、チャリンっていうのは多分お金なんですよ。ちょっとずつ増えてるんで。で、ちょっと、もう一回行ってみよう。これちょっと他にも釣り上げてほしいんだけど。もしかしていっぱいならお金しか釣り上げられないとか、そういう設定なのかな？随分上手くなってるよ、これも俺。よ。コツはね、この線の上にマウスポインターをこうなぞらせていくと、割と上手くいく。あ、やっぱりあれだ。これ以上釣っても意味ないのかな？でもお金欲しいんだよね。お金があればさ、あれ買えるじゃん。なんだっけ、レーザービームなのかなんだか。レーザーガンだったっけ、なんだっけ。お金が欲しいよ、お金が。ほいー。これでどんどん稼いでけってことなのかな。だったとしたらもうすげえ時間が必要になるから、ちょっとこれ月も釣り上げられなかったら俺動画外でやっとくわ。ふい。ちょっともう少し、もう少し。あ、やっぱあれだ。いっぱいの時は、お金しか釣り上げられないっていう感じだ。じゃ、他にもちょっと見てないところがないか、もう一回探索し直そうか。今いるのがここだと思うんで、いやもう行ったな、全部。全部行ったな。これなんか柵の中に入れないのかな？こう来てこう行けば、柵の中入れるぞ。あいつもすぐに直接対決するっていう、そういう手段は取れないのかな。こうでしょ、あれだ、正面から行けばいいんだ。こっちだ、こっちから行けばいいんだ。はい。あ、なになになに、何かのデータを手に入れた。行けないの、行きたい。行けないんだ。メモ、何かのデータ、変な図、冷凍、空、あ。これあれじゃん。なんだよ。これも知ってるよ。これ知ってる。なんか他にヒントはないのかな。あれが姫を守る騎士か。我が剣ではまるで歯が立たぬ。これもう、一回倒せばいいのか、もしかして。こっち行ってみるとなんか変わってるとか。あ、変わってないか。これなんか座れないんだよ。座ろ？座ればいいじゃん。座れないんだ。やっぱ一回倒すべきなのかな？一回倒そうか。でかいやつ倒そうか。こいつ倒そう？こう一回出て、こっから脱出するを選ぶけど、よっ。ちょっともう一回対決しますね、これ。おぉ、いいぞ。おぉ、いいぞ。結構スムーズにいけそう、今回は。なるほど。いや、この戦闘システム楽しいよ。これ作るの大変だったろうな。はい、倒した。倒して調べる。何かのデータを手に入れた。これがなんかまた、あれかな。謎のポエムが、ソファーの上に一匹の猫、空の見えない海の底、
これもしか、あ、はい。多分、わかりました。あの、これ、頭二つの少女の声で協力してナイトさんって書いてるんですけど、これ確かに頭二つの少女っていうのもヒントになってるんですけど、実は、未来はまるで殻の、卵の殻、それはずっと昔から、空の見えない海の底、ソファーの上にってこう、ポエムが続いてると思うんですけど、ここの頭二つ、最初、未来でミラーじゃないですか。ミラ、ソレ、ソラ、ソファ、シレ、ミラ、シラ。あとは、エブレ手紙。どれで、全部これ、音になってるんですよね。ドレミファソラシドの。これを、多分、入力し直せばいいんじゃないかなということで、ちょっと今入力してみます。多分、合ってると思う。ミラソ、ちょっと待って、合ってる、そもそも俺のドレミファソラシ、これ合ってるな、多分な。もう一回いこう。ミラソレソラソファシレミレシラドレ。おっ、今なんて出た？姫がどうとかって言ってたな。ごめん、ちょっと今読めなかった。なんて書いてあったんだろう。姫、あ、間違えた。姫ってあれか、出口に行けばいいの。わからんぞ。出口か、なんもない。あ、わかった、あれだ、玉座だ。姫がなんとかって書いてあったけど、ちょ、今なん、もうちょっとゆっくり出てほしいんだよ。動画でご覧の皆様は、止めてみてください。何と書いてあったか。ちょっと僕、編集の時にじっくり見よう。セーブ。なんて書いてあったんだ。ちょっとなんなら今見返したいぐらいだからね。これでちょっと、マジ、進めなかったら、やり直そう。やり直しましょう、それは。こっち来て。多分、今度こそこっちに行けっていうことだと思うんだよ。ここ。違うのかな？お、来た！お、いる！話しかけようか、じゃあ。おお、今日が頭が。あなたも私が欲しいのですか？意味がわからない。言っている意味がわかんないんだけど。怖っ。何この状況。クリック。それならドクロ、いいえ。ドクロに任せるまでもありませんわね。これ誰がこうやって手をやってんの？これど、あれかい？ガスマスクの人がやってんのかい？なんかでも、違うな。私があなたを殺して差し上げますわ。どういうこと？どういうこと？普通の姫様状態になってますけど、これ。ニコニコして。あ、ちょ、間違えた、これ。危な。危なく、自滅するとこだった。これでいいよね。どんな攻撃してくるの、姫さん。あ、ガン、あ、ガン、ガン。頭を打っているのに。頭を打っているのに、こんなににこやかな表情を、いつまで浮かべていられるかな。おら！どうだ？勝ったでしょ。勝った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 。お、何、何、何、あ、髪の、何今の、ドクロ、どうしてあなたが。なんか今、アーマー、パワードスーツみたいなのを身にまとった人が、なんかバシみたいな。ドクロ、何？ドクロがどうした？これでお前の体は、お前自身のものだ。は？何言ってる？何言ってるの？これでお前の体はお前自身のものだ。ドクロ。初めて見たけど、じっくりね。さっきっていうか、前回エンディングの時チラッと出てきた女性の人。で、この人が多分、
あのガスマスクの主人公なんですよ。あなたが仕組んだのですね。あ、今のスーツをこうガッて剥がされたけど、この人の名前がドクロっていう名前なのか。で、今その話をしてるみたいなことか。誰かは知りませんが、なぜこんなとこ。あ、ないないない、ドクロ、ドクロ。さっきの一瞬の映像に何かドクロっぽいのがいたとか。ごめん、ちょっと分かんなかった。力ずくでも従わせても面白くないかな。いいな、すごい。ちゃんとアニメーションっぽくなってるし。ほら、動いてみろよ。話は後でもできるだろ。何を企んでいるのか分かりませんが、私たちお友達になれそうですわね。こちら、東方プロジェクトのあの、ゆっくりの顔のだけの実況者さんとかいるじゃないですか。それに何か近いものを感じる。全く違うけどね。教習商店街アージュ、起動いたします。教習商店街アージュ、なんだそりゃ。は、なに、この街自体が何か、あ、この街自体が、なんか乗り物だった的なこと。シスニャシリーズ第46弾。シスニャシリーズ、シスニャリシリーズ、シスニャリって何ですかっていうね。これ1から全部教えてほしいですよ。このネコココさんの、だからホームページに行くと、このシスニャリシリーズが全部わかるっていう仕様になってるみたいですね。あ、終わった、終わった、終わりました。はい。え、ちょっとごめん。ドクロって何だったんだろうね。なんであなたがみたいな。これちょっと話が見えてこないんで、ちょっと理解できなかった僕にコメントで教えてほしいのと、編集中に、あ、こういうことかみたいな。ちょっと今動画を見返してね。思うかもしれないんだけど、ちょっと、みんなの考察を教えてください、コメントで。はい、というわけで、今回もガスマスクシリーズやっていきましたが、いかがだったでしょうか。このね、この方のね、この世界観とかが、僕好きなんですよ。で、ちゃんとね、僕、最初からできれば、シリーズ通して、もう一回見たいなと思うんですけど、1から、これ全部続いてんの ?40 何段って言ってたんですけど、物語と関係ないところとかもあるのかな。ちょ、それも、が分かるっていう人も教えてください。自分で調べろよって感じですけど、あのね、教えてほしい。いやー、これ面白かったな。はい、というわけで、ちょっと今回はなんかちょっと難しめでしたけど、これもう2010、毎年出てるんでね、多分2015年も年末ぐらいにまた出るんじゃないかなと思いますので、まあ、楽しみにしております。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと、お仕置きだべー。